もしもし、エリーです。妖精区の捜索が終わったわ。コリン君は見つからなかったけど、似た子を見たという人がいて、親御さんがいない状態でパレードの最後尾のあたりを追いかけていたみたいね。そうか、それっぽいな。引き続き公安区の捜索を頼む。ええ、了解よ。パレードの最高。なるほど、あの車両ね。って聞いてたのか。どんな車両だったんだい？ミッシーっていうマスコットキャラが乗った車両よ。なかなか楽しいデザインだったわ。なるほど、いかにも子供が好きそうだな。となると出店は外して、子供や受付の人を中心に聞いてみるべきかな。さすがに人が多いな。でもここは一応聞き込みをした方が良さそうだ。レンも賛成よ。まあ受付のお姉さんたちと子供客くらいでいいと思うけど。
なあ、俺もそう思ったけど、レンちゃん、頭いいんだな。ちょっと自信はあるわね。はい、ロイドです。ディオです。サイトと一緒にコリン君の匂いをたどっています。ですが人が多すぎるらしく、匂いも途切れることが多くて完全には追跡できていません。そうか。ただ街の南口から出たり駅に入ったりはしていないそうです。先ほどそちらを回った時にサイトが言っていました。そうか、わかった。その調子で町の外に出てないか他の出口も確かめてくれないか。了解しました。
地を反時計回りに回りつつ、次は東口方面に行ってみます。ああ、よろしく。あの時の狼さんが一緒なのね。でも警察犬にしちゃうなんて、お兄さんたちもなかなか楽しいことを考えるのね。いや、どちらかというと押しかけられた方なんだけど。レンちゃん、なんでそこまで知ってるんだ？ジオフロント…魔獣がうろついている場所ね。視聴者の鍵がないと入れないし、除外しても良さそうね。ああ、確かに。だからどうしてそんなことまで知ってるんだ？魔獣のこともそうだけど、視聴者の鍵が必要なことまで。これでもレン、物知りなのよ。クロスベル市なら一通り回っちゃっているし、もう一つの遊び場でもいろいろなものが覗けるんだもの。もう一つの遊び場？まさか。他の場所を調べましょう。かわいいあの子を優しいパパとママのところに返してあげるためにも。君は？ああ、そうだな。今はとにかくコリン君を探すのが先決だ。もしもし、ランディだ。今旧市街を回っているところだ。例の坊主だが旧市街をうろついていたらしいぞ。なパレードの見物をしている時に旧市街の子供に誘われてしばらく遊んでいたらしい。その後フラッと東通りの方に戻っちまったみてえだな。そうか。しかし好奇心旺盛というか物おじしない子だな。まったくだぜ。ディオです。横から失礼します。なんだこの端末、複数で会話できるのかよ。一応そういう仕様です。町の東口ですが、あの子の匂いはしませんでした。今港湾区を通って北口に向かっているところです。なあ、よろしく頼むよ。俺の方はもう一度東通りを回ってみるか。なあ、その辺りを通ったのは確実みたいだ。念のため回ってみてくれ。おう、任せとけ。あの子なかなか鬼ごっこが上手ね。行政区から歓楽街、裏通り、中央広場、東通りとパレードを追いかけて急に旧市街へ移動。その後東通りに戻って港湾区あたりに向かった。そんなルートかもしれないわね。本当に鋭いな。俺の予想も全く同じだよ。一応仲間が捜索しているからそっち方面は任せるとして、念のため西通りを確かめるけど構わないかな。潰すのも有意義だものね。